います。はい、ということでスッキリにはジップから。田中さん、はい、好きに発言していいですか。僕らいいんですね。僕の好きに発言してジップでも結構やってましたけどね。さあ、ではあの、はい、学びウィークということですから、はい、ここからですね、海香さんと春菜さんにお互い学んでみたいことっていうのを発表していただきたいと思います。じゃあ中に入ってもらう。具材も変わらないんですか。変わらない。そうなんですか。消してるんですよ、逆にね。今日は何の具材かなみたいな感じできますよ。そうそうそう、楽しみ。ワクワク感ワクワク感ワクワク感ないんですよ。ワクワク感は特にもう僕はないです。作業として口に突っ込んでます。入れなきゃって。楽しむとかじゃなくて作業です、完全に。その楽しみがあったらもしかしたらいいかもしれないですね。スタッフさんにお願いしたいですね。続いてゴールデンウィーク後半は東日本や北日本で荒れた天気に注意が必要となっています。ごめんなさい、私ずっとスカートを押さえているんですけども、うん、非常にここ汐留も風が強いですね。今後の天気と渋滞情報などもお伝えしていきます。